スノーマン向井康二の沼にハマる人が急増中。単独表紙や楽曲でも存在感、広がるアイドルとしての魅力。スノーマン向井康二が朗読劇、ハロルドとモードに出演中だ。黒柳徹子が主人公、モードを、向井が60歳差の恋人、ハロルド役を演じる本作。ラインスシングル、ダンガーホリック、リリース前後、スノーマンのグループ活動はハイペースな勢いを見せていた。それと並行して、向井は、ハロルドとモードのプロモーション期間に突入。ここで注目したいのが雑誌展開である。8月から9月にかけて発売された雑誌9紙で向井が単独表紙を務めたのだ。アイドルや俳優を多く扱う映画、演劇系の雑誌から自身が連載を持つ週刊誌、メンズビューティー誌、女性ファッション誌まで、そのジャンルも多岐にわたる。これまでのスノーマンの複数単独表紙でインパクトを残したものといえば、モデルとしての顔を持つ目黒蓮、美容分野でも活躍する渡辺翔太、映画で主演を務めた岩本照などの例がある。同時期に様々な単独表紙を飾るためには、被写体としての魅力や知名度、人気の高さが求められるが、今の向井にはそれらが揃っていると言えるだろう。